インドの台所へようこそ。サンドイッチというと、いろんな国では様々な作り方があります。今日はチポットレソースと野菜だけを詰めたインドらしいサンドイッチをご紹介します。はじめにソースを作りましょう。マヨネーズ、お塩、赤いチリパウダー、ハーブの混在、ニンニクペースト、酢、粉砂糖を一緒に入れて泡立てましょう。このドレッシングは取り混ぜるのは本当に簡単ですし、このサンドイッチに使うと最も美味しくなります。このドレッシングをアイシングバッグに詰めましょう。そうするとソースをサンドイッチに作りやすくなりますから。サンドイッチのためにフランスパンを使います。パンを横に切っておきます。パンの一面にこのソースを絞り取って、同じ表面にレタスをのせます。この上に玉ねぎ、黄色いピーマン、トマト、青いピーマン、きゅうり、そしてアラビノをのせます。では最後に塩コショウを振りかけて味を整えます。もうちょっとソースを使うと、この美味しい野菜だけのサンドイッチが出来上がりです。週末この素晴らしい料理を食べてみればどう？で、絶対に登録してくださいね。